V ロード第12節2戦目福岡ソフトバンクホークス対そして打席には川島が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。外のボール打った、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、サードランナーホームイン、ホークス追加点3対0。さらに満塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。打順は1番に帰ります、バッター茂木。まあホークスとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。バッター1・2塁間を破る、バックホームする、サードランナーホームイン、1点返しました。楽天イーグルス、ライト前へのタイムリーヒット10対1。7番バッター今江、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了。ソフトバンク、打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。